レッドフォレスト錠剤の神殿にてシンキラープレイグさんでやっていきますというわけで、ちょっとね、あの PTB 来た初日に検証作業はしてですね、で、動画にはさせてもらったんですが、その後2日間ちょっとあのゲームができない状況でですね、 PTB の参戦が遅れました。はい、のでちょっとね、まだあんまり慣れないような感じですけれども、ちょっとやっていってみます。まあ一応ね、検証で何ができるかというのと、数戦やってどんな感じで立ち回ったらいいかなっていうのはなんとなくは理解してきたんですけれども、ウセッションやし、この人よし、とりあえずかけよう。あー、グニグニしてる。よいしょ。ちょっとこのオブセッションの人、クレイグのチェイス慣れてそうな感じがするから嫌やな。じゃあもう少し追うか。そうそう、プレイグは、まあ、とりあえずこのゲロを浴びせて、とりあえず浴びさせてくれ。ゲロをね、浴びせれば浴びせるほど病気が進行していくんですよ。まあ、勝手にも進行していくんですけど、こんな感じで、あ、でこれで病気が進行したら、負傷状態になると。でこの負傷状態になったところを殴っていくのが強いんですけれども、ちょっとそれで神殿行かれたらめんどくさいので、もう追わない。はい、やめとこう。ちょっと待って、あのオブセちょっとうまそうやからやめときます。こんな感じで別のとこ行って、よいしょ。これは殴るわ普通に。そう、結構ねゲロでの衰弱に頼りすぎるとダメージ与えられるところで与えられなかったりしてっていうのはあるので、よいしょ。今回は普通に2発殴っちゃいましたが、あ、近づれるね、いいね。はい、あ、タゲ書いてよかったわもう1個治っちゃったしね、初釣りが遅れると結構しんどい。はい、というわけで、まあまあ、ゲロで負傷にさせると、普通だったら入るダメージを受けた時に入るダメージブーストでサバイバーが足速くなるやつがないので、ゲロで負傷させて普通に殴るっていう即死コンボが強いというふうに言われていますと。ただね、結構もう PTB も3日目になって、サバイバーがかなり分かってきているので、ちょっとね、このゲロをね下げてくるんですよね、うん、持続で当たらないように。よいしょ。なのでね、そう簡単にはゲロ即死マンは、ゲロゲロ即死コンボは入れられないような感じになっていますというところですね。さて、そして今パワーアップさせて、ゲロが赤いゲロになってダメージを受けるようになりますと。なのでこの救った人か救われた人、救った人やな、このネアはにそれを浴びせていきましょう。これは強い、これはどう考えても強い。4.9、 おお、じゃあ 4.6、 普通の鬼の速さで遠距離攻撃があるだけでやばい。しかもなんか割とガバイムでも当たるので、これはもうどう考えても強い。よっしゃ、いきましょう。ちょっと火伏せ DS なくなったからさ、こうやって何でしょう、遠いところにも何にも考えずに連れていけるっていうのはいいですね。何？なんか今、ロッカーの音した。したか？あ、なるほど。ヘッドホン狙ってたな。どっちや？右か？うい。オッケー。ヘッドホンはね、そう、ロッカーのすぐ前じゃないと食らわないので、なかなか難しいですよ。気づかれてるともう、全然無理なんで。うん、まあ、一発ね、なんか痛苦してる、他の人痛苦してるところにうまいことヘッドホン一発だけ決められたけどね、今日はね。でもなかなか難しいパックやなとは思います。あ、そうそう、これね、ゲロケバブはやめましょうって PTB の動画に書いたんですけどね、これゲロケバブをちょろっとすることでね、釣られてる人を病気にしとくことができるんですよね。うん、だからこれ病気にするかどうかも、ちょっと悩みどこなんですよね。うん、あれ、救われた後にサバイバーが、病気になってなければ、泉使えないので普通に体治すしかないんですけど、うん、病気のサバイバーって負傷してる状態でも泉使うと全回復しちゃうんですよね、うん、なので
これちょっとディサイシブ怖いのでっていうのと、あの新パークですね、新パークのあの新音範囲内のサバイバーの位置が分かるってやつが発動したので、今下に落ちた、おーっと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 、オッケーオッケー、よし、これいいんじゃないでしょうか。でちょっとネアの方がむしろ DS 怖いのでこっちにしましょうか。なんか、うん、DS なしで、あ、お前切断カチョコって言ったな、マジか、切断やめろよまあ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 、今の切断は最後なんか後釣ったら終わるっていうところの切断だったんで、とりあえずまあまあこのまま続けていきましょうか。うん、でもまあよくないね切断は。で、ネアはちょっと DS 警戒でハイゼル放置しつつ、この人いこう、おりゃー、よし、でゲロだけ浴びせたのでこれでちょっとは遅延になるかなと、うん、ちょいゲロ浴びせでちょっと遅延しつつ、あの僕のパワーアップポイントを増やすというのはたまにねやっていくという感じですね。この人ちょっと釣っちゃいたいのでその方向でいきましょう、うん、でちょいゲロ当てただけやったらまあそういう感じでちょい遅延のパワーアップポイント増やしになるんですけど、うん、ゲロを持続で当ててね、負傷させた、負傷までさせたサバイバーはなんとかねちょっと仕留めたいなというところなんですよ。結局泉使われると洗面台使われると全回復しちゃうんでね、まあ、今回はちょっとね、ヘッドホンを狙ってくるサバイバーのおかげで地下で密釣りできたので楽な展開にはなりましたね、はい、うん、まあでもあのインフェクションなんとかやったっけ、あの近くの新音範囲内のサバイバーが分かるパークはやっぱ有用やなと思います。で、あ、オブセに新音が映るパークつけてきてんねんな。ちょ、オブセがちょっと上手かったからさ、今回あんまりこのパーク使えないかもしれない、あんま追いたくないねんな、あの人。まあ次見つけたら動けるのさすがに。お、やってるね、オブセじゃない方やな、どうしようかな、今降りますか、おりゃ、おお。ちょっとねまだねこのマップ把握しきれてないのね、こういう落下事故があるんですよ申し訳ない、うわ恥ずかしいところをお見せしましたそう、これ落としてはなんだよな、まあこれうまく使えばね、あの下に地下とかもね簡単に連れていけるようになるので、あのこの神殿の構造を早く覚えないとなと思いながら恥ずかしくも捕まってしまいました。ただサバイはもう一度見つけることができましたので彼女を追いましょう。うわーい、あ、どこ行った見失っていくスタイル、じゃあパワーアップさせようじゃないかい、はい、これで索敵かけていきましょう。やっぱねこれは強いからな、パワーアップ後は明らかに強いので、まあ、ここはサバイバーは絶対隠れた方がいいですね。ポンって音聞こえるので、そしたら、はい、追われてしまうと、うん、割とチェイスに限界があるので隠れた方がいいでしょう、ね、いるか、いねえなおい、取る、おらん、つらいよいしょ、はい、ああ、そう、発電機といえばさ、あの開始2分間発電機をと、あの遠いところにある3つの発電機を止められるパークをつけてきたんですけど、これなんかそこまで意味ないかなっていう気がしてるんですよね僕的に。まあね、発電機ね、まあ遠いところ3つ封鎖されたとはいえ、なんかね、まあ、極端な話言うと4人のサバイバー全員が2分間超隠密してロッカー入るとかめっちゃ端っこるとかして2分間経てばパーク空枠1個潰れるんですよね、うん、なのでちょっとあんまりこのパーク僕好きじゃないですね。ルインの方が全然いいです。でルインもパワーアップしてレベル1でも全員にかかるようになって、マイナスの効果だけがレベルによって違うみたいになったんで使いやすくなりました。よかったよかった。そしてサバイバーもやっともう一度見つけることができて、よかったよかった。今度はホンマにしたいったな分かりにくいねんなこの神殿な、誰がどこに行ったか、ういよしよし。一応ねゲロの効果が上がるっ
ていうののね、アンコーモンはつけてきているので、普通よりはこのゲロをしっかりかければ早く負傷状態になってくれる。それでもね、なかなか難しい。これで負傷になったので殴っていく、これが強いということですね。はい、よっしゃ、釣っていこうか、ね、んーで、まあ、確かにこのゲロ即死強いけど、なかなか慣れてるサバイバー相手だと当てられる場所が限られてくるし、結構当てるのは困難ですよと。で、それだけだと微妙なんですけど、パワーアップすると、パワーアップした後は明らかに強い、ただ制限時間がというところで言うと、フレイグ君、まあ全然強いキラーなんじゃないかなと思うんですよね、まあ、弱くはない、少なくとも。ただまあ当然やっぱね、ナスビリーあたりには絶対匹敵しないなとは思うし、うん、まあ、僕的なには位置づけはナスビリーが一番上にいて、その次に、まあ、僕的にはハグがいて、ピックがいて、まあ、その次かあたりには来るんじゃないかなと。結構ね、まあそれなりに強くて、で結構なんかねトリッキーなんでね、面白いんですよね使ってて、うん、なので、まあ、ちょっと僕背の高いキラーあんま使わないからね、このなんやろ、殴る距離感とかがハグとかピックとかと全然違ってて、すげえ戸惑うんですけど、まあでも結構面白いキラーやなと思うので、今後もねもうちょっと使っていきたいなと思います。面白いけど汚いけどね、はい、よいしょ、残り1人か、残り1人な、まあ残り1人ね、この普通の新4のおばちゃんが、残り1人のおばちゃんちゃうわ、どうやってやったっけ見つけ出すのはなかなか困難なんですけど、ね、うらー適当ばらまき、ダメのようです、うらまあ当たらんわな、そやんな、うん、新音したら隠れるだけやからな、なかなか難しいですね、うん、このキャラでもやっぱ最後の一人は、まあでもね、あえて釣って、まあこれで終わったら多分ね、エンチチは不機嫌なんかな、まあこのまま実装されるかわかんないですけど、ランクの査定がむちゃくちゃ厳しくなったんですよ。そうなんでね、まあサバイバーはまだいい、サバイバーはなんかそれなりにやって脱出すれば一応ね、お米は取られない程度にはなると。でかなりいい働きをしたっていう状況、チェイスもしたし発電機も直したしっていう状況で、サバイバーはお米がもらえるんですけど、キラーはね、そうね、まあなんかね、やっぱ釣り回数をどんどん増やしていかないとエンブレムももらえないような感じなので、普通に早めに1人仕留めて、1人釣って1人這いずりして、もう1人這いずりさせて GG みたいな、よくあるキラーの早い終わりパターンの勝ち方だと、下手したら4作してるのでエンティティは不機嫌まであるぐらい厳しくなりました。査定がちょっと厳しすぎるよなっていう気はします。ああ出てったわ、はいはい、というわけでエンティティは不機嫌でございます。これ厳しくない？切断一人いるとはいえさ、まあほぼ3釣りやんね、これ厳しいよ。というわけでこれもうランク下がる一方なんですよね、こんなんじゃね、これ赤帯維持できる人相当てか、まあ、東方キラーでできんのかって感じやけどね。というわけでキラーは面白いんですけど、この査定さすがに厳しくしすぎじゃないですかと思う今日この頃、はい、ではでございました。本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価などしていただけますと嬉しいです。バイバイ。